お疲れ様です。今日はですね、こちらキョスケスキラやゆき型やっていきます。さあ今期はね、もうアーチャーゲーです。はい、アーチャーしかいないし、アーチャーを対策したね矢の飴しかいないと言ったところで、マジで今期はね矢の飴を使うことをおすすめします。皆さん、てか強すぎるっすね矢の飴が。なんか今になって思うんですけど、多分過去1クラスで矢の飴の何だろう採用率が高い気がしますね。なんで2回言ったのかって感じですけど、はい、あ、LHIもね、長いです。はい、こいつそろそろ寿命が来てもいいと思うんですけど、だいぶ長生きしてますね。しかもアーチャーも入ってたりねするんですよ、ね、最近だとね。まあ、ユキ打つ必要もねえだろうね。いや、キョスケフィジカルお化けいいよ。ハンターもお化け、よしよしよし。さあインドエリジャイね、懐かしめの感じですが、マジでこのデッキはもう2倍タイムまでねスケルトンラッシュをね絶対に打たないっていう覚悟を持てる方だけ使ってほしいんですけど、てか覚悟を持つだけで多分本当に負けるデッキ少ないですね。まあ、エリポンとかちょっとだるいデッキにはやられるんですけど、マジ本当ねザ環境メタといったとこで、基本的に環境デッキ引けるともうなんかスケキンザッピーで嫌な、なんかスケル打ってやらめ打つだけみたいな、結構やることもシンプルなので、よいしょ、後ろから垂れ流しかな。なんか前、多分前にもね昔流行ったデッキなんで紹介したことがあるんですけど、垂れ流しデッキみたいな、このデッキだったかな。本当に垂れ流すだけです、後ろから変なことはしない。これもスケ打っちゃうかな。ここはねちょっとキョスケの HP 残ってるし、スケラの受けも薄そう。さあ、まあハンターライトニング来てもザッピーまでいます。でこれエリジャには神相性か。あ、てか相手でや、え、どういうことエリジャに嫌な目入ってるっすもんね。トルネが入ってないとか、そんなことあんのかな。さあ真っ向正面からぶつかろうぜベイビー。ちょっと逃げる、気持ちちょっと延命したいな。おい、まあ、キョスケの爆破で頑張ってもらうか。ザップセパして、まだゆっくり後ろからですね。あ、てかあれさ終わってくないって。13秒しょ、トリトン引っ張ってんえんやった。おい顔面、え、てかこれ落ちんかったら俺終わりや。あ、落ちた、よかった、危ねえ。さあさあさあ、お好きもねだいぶ増えてきてる気がする。キョスケロイジャイ、キョスケスケラ、キョスケホグ、そう、みんな大好きキョスケちゃんもね増えてますね。まあとりあえずちょっとアーチャーしばきますか。アーチャー多すぎてね、しかも強いんすよね本当に。トリマーチャーセパが便利すぎて、矢の飴持っててもねやっぱアーチャーセパされたりだとか高回転で2周目とかされるとね厄介なんでね。さあザップランバーも珍しいが、ゴレか、ゴレのヤザップエリババボンバーとかじゃない。これスケル打つ、打ってから考えるか。あの序盤打たないとか言ったんですけど、ちょっと相手が大型とかだと打った方がねやっぱいい時もね、それあるんですよ。さあゴレですね、これもあのしっかり爆弾に行けどもいらんか、これ。いやなんならいい、避けさしちゃったセンスなすぎたな今雪玉。まあそういうこともあるね。いやゴレですね、ザップだからワンチャンファイボもあるけど、ヤザップっぽいよね。さあとりあえずゴーレム、とりあえずアジセパと同じような感覚っすね。まあハンターと、まあ、安心安全のキョスケだ。キョスケ使ってる時のゴーレム幸せだな。しかもヤナムザップ型ならよトリトン最強だしな。さあ、あの渦でスタンプ使ってやがんな。一応ここで出しとくと、あの
え、マジで雪玉センスねえな。本気でセンスないことがわかる。いらんかったもんな。ちょっと待って、呪文がちょっと下手すぎる。あ、でもそんなんもう、はい、通らない通らない。相手の多分ドヤ顔のね、お前はコストねえだろっつって来たんですけど、全然あった、同じぐらいあった。これってもう簡単ですよ。だってあともう一回つけら多分打ても落ちるんで、まああとは守るだけ、問題守れるかどうかなんですよね。まあでもキョスケハンター嬉しいな。逆再フェニックスにかもられそうだな。でも打たなくていいかも多分。さあとりあえず真ん中らへんに集めて、おお、今の雪玉はいい。ここに来て素晴らしい雪玉。さあ相手も悲しんでる。まあ、無理に行かないんでいいんですよね。結局守れるから。そう、結局別に守れるから焦って攻めた。その気持ち。いや、ちょっと厄介だ。エリババ。エリババだいぶめんどくさい。逆サイエリバ送んのかな。やらぬと。でもハンターがお強いよ。いやー強いね。で気づいたらユニットが余るので、さあそこにもうつけてつけて、そういうころも打って、グッドゲームですね。こんなんもこのゴーレムめっちゃおもろいやん。さあ、まあ、ゴーレとかエリジェイとかの大型にはね間違いなく強いですね。しかも呪文がヤナミユキダマなんで、まあ、高回転系小物系にも勝てるよと。マジ弱点はエリコンだけ。だから今もヤナアメだったもんね。やばいね、もうみんなヤナアメ。アーチャー対策側が多すぎて。これでしょ。ああ高回転ですね。ウッドハイスピー、これこそアーチャーとか、まあ、ディガー削りの民っぽいっすよね。ホグまであるな。いやー、ケツトリトンは、おー、ディガロッカ。アチャクイロイホグか。アチャクイロイホグ、ねえ。まあ、ザッピーがね、そんな活躍できないんですよね。まあまあ、とりあえず、のんびりやってこうぜって感じ。さしてキング起動して、まじ序盤は守る、こっからっすね。でまあ余裕あればスケラ打ってこうぜぐらいの。うわー、いいファイスピー。いやでもちょっと痛いね。しかもクエイクデリウッドなんで、やっぱ俺のダメージに今限界があるんで、ちょっと守んなきゃやばいっすね。さあからの、いやこれスケラ打つだけでめっちゃいっとしいな。1、おっ逆切る、おっでかくね。あークエイク、いやキョスケがさこれ、おっマジで、うっ、いや走れ、マジで走れる、きた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 、あっついこれ、このダメージマジででかい。よし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 。で、問題はこれを耐える、俺は。今、雪ないんで、ちょっと嫌っすよね。よしよしよし。よしよし。さあ、これ左サイドいっぱい固めてしまえば。ああ、いいね。もうこんな感じでね、後ろから垂れ流しとくと、幸せな時がね。さあ、打つ。で問題はこの左を守んないといけない。いやークイックットうまいな。まあ雪玉がねだいぶ強いんですけど、
さあ耐える。いやマジで耐えるだけでいい。変なことしない。しかも今アチャクいないからこれは行った方がよくて、アチャクいないと受け合いてちょっと苦しいんだ。でまあクエイクってことだね。また右の強スピが、いやしっかり、うわうまっ。まんべすぎだろ。スケラの位置通常に戻した方がいい。いやユキでもよかったが、うわーめっちゃ強いファイスピ、やめろ。うわ強すぎる。いやでもこれはみ出し案件ねえかな。うわこれやべ、うわこれめっちゃ持ってねえ。ザッピーしてる。さあ一旦耐える。いやマジ耐えること本当大事なんだよ。いやゴッドスローフグクエイク強いって。いやちょっと入ってる、めっちゃちょっと。よしよしよし、いやマジこれの繰り返しだぞ。よし、こうなるとマジどっちのダメージが強いかっていう話なんですよね。いやマジで頼む、もう守りよ。いや天才か。よし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 、相手も攻めにくい。やばいコストね。これ暇、何これ。おいやそれは相手なぜ左なぜ右なんだ。えトリトン入ってる、なぜなんでこっちに来た。あハンター入った、でかすぎ。ちょっとこの粘りがね、あの大事です。最後これ普通に左サイド来られたらちょっと怖かったですけどね。さあアーチャー、アーチャーの香りがしてきたな、やっと。超厚山なんかいい名前してんな。さあとりあえず回して、アチャセパが、いやまあアチャセパ来ないともうもうアーチャーじゃないみたいなとこあるよな。アーチャー持ってたらアチャセパするしな。さあステイだ。うわエレジャイゴレ、いや大型もちょっと多いな。うん、おーいやこれはビンゴじゃないですか。あエレジャイか、エレジャイでも最近てかゴブリンはいないっすよね。なんかエリポンエレジャイだったら前ゴブリンいたんですけど、うわマジで、でもそれの可能性出てくるやんこれ。エリポンだったらガチで、え鬼やミンピッカまでいいやん。いやエレジャイっぽいな、でもだいぶだいぶエレジャイだなこれ。まあ、まあまあまあアーチャーいねえけどゴブリンをね矢でしばきます。ミニペッカもいたな、どっからか降ってきたミニペが。さあキョスケがちょっとミニペは矢っすよね。まあでもまあまあまあでもそんなか。あとゴルナイくんね。わあゴルナイくん、マジゴルナイくんどうしよう。あれ撃っちゃうか、一旦撃ってから考えよう。いやエビドラ、まあ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 、いやそこはいいな。ミニベ帰んな帰んな。あーゴレだったんだ、なるほどなるほど。でもねえんだけど、ゴリゴリラバだと思う、ラバラバだと思う、マジどんなのやねん。何エレジェイだと思ったよ。あでもこれさ突破されないっすよね。できない、うん、やつ。いやまあゴルナイねダッシュで行かれると思うんですけど、
ここでこの逆を行く男ね。あーでもめっちゃゴブリンするやん。でやべえか、え、そんな守られるんだっていうぐらい守られたの。俺のプラント、ミニペね。あーもうゴブリン使う。足前これあんのかな、なさそう。さあこれ両サイに触れるのもね、このヘンテコスケラデッキの良さでもあるんだよ。おーオシャンティーナゴブリン、これでもちっちゃい呪文がねえな、相手なんかユニットがやっぱ多い分。さあワンパンしてく。そうっすよね、なんか多いっすよね、ゴルナイミニペドラドラでゴブリンまでいるっすもんね。タルゴブとかの枠がないっすね。そろそろ来てもええんやで、アーチャーくん。本気で来ないやん。さあ、おー、ドリルにはスキキンが最強すぎる。アチャドリルですかね、マジアチャもあるけど。いやめっちゃ打ちてー。あームーとちょっとキョスケとかゴルナイとかの香りがしてる。一旦スキルで、え強っ、これで溶かすのでかいな。さあキョスケこれさ、キョスケからのスケラまで行ってトリトンでキング起動がいいな。そんなコストねえな。あーしかもちょっとなんかいいゴースト出してくれ。さあちょっとキング起動してキョスケがこれ入ったんじゃね、ザッピー残れ頑張れ。んー待ってやばい、んにょん。さあ、あーまあまあダメージ的にはそんな入ってないんですけども、キンキできたのはちょっとでかいんじゃねえのか、打ちてーいやー序盤もないんで、もう一発、おいおいおい、もう逃げ切れる。さあ弥生相手がマジアチャいるならまあ弥生で処理とかもできるんですけど、ヤナメがまたなんか暇しそうだな、さっきから環境ぶっ刺さりとか言っとってもう全然鬼腐りなんだけど、どうしよう。いやーこれマジアチャ警戒した方がいいかな、さすがに。全然来ないね、その遠距離系の。何が入ってんだろう、フェニックスとかなのかな。体育いねえのエレキ1枚目ね。あーちょっと嫌なムートだ。いやでもさ、気づいたらユニットが溜まってくやつ、いやマジでこれだよな、これが。さすがに右かで、ソウルコールしっかり打って、あファルチェなんすねアーチャーどこ行った、俺の環境にはアーチャーがいないみたいな。さあスケラ打つだけで入る、よしよし、もうこれするだけなんだね。でまた一旦後ろからゆっくり来たらもう危ないね、即負担もある。あそうっすか、ね、あーでも最強だ、ガチやばい、やばっ俺一体いつ下方されんだあれは。さあもう足前からユキまで添えて矢の雨まで打ってエレキをしよう、はい、強すぎ。まあ、弥生もね、この硬いユニットしかいないとこでもこうやってなんかスケラのダメージ通すのにね、とりあえず打っときゃなんとかなるんで、それも強い。そろそろね、そろそろ本当にもうガゴでもいいからガゴでもいいからさ、ヤナメ、ヤナメなんか刺さる相手来ねえかな。大型ですかい？あなたも。あなたも大型かい？
マジでも今日ゴレエレジャイ、まあその他もろもろ。オーマイグッネス、パーキーちゃん、これスケルトンラッシュあったら使ったのにない。だいぶ怪しいな。だいぶ怪しいな。ちゃっちゃ引っ張っちゃおうぜ。あーマジで引っ張って、よし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 。え、待って、やばい、その位置ちょっと待って、ザッピー、あーよかったよかった、危ない危ない危ない。さあだいぶ怖いことがあったけど、とりあえずなんかつけとくか。スケブサイタな、まあ一定ガゴムレ、あーファイボースキル、これ使うか。あー使いません。さあやっとヤナメがなんか活躍しそうっちゃしそうですね。アーチャーじゃねえけど、ガゴムスケブか、ファイザップ、ゴブスパ、あー厄介ですね。なんか単純にスパーキーの受けが苦しい。マジスパーキー受けれないやん、このデッキ。なんか相手陣地でとかしたいな。これちょっと熱いな、だいぶ熱いな。あーでも柱にスケブ渋いな。打っとくか、一応打って、これで溶かしたいスパーキーを。よしよしよし。あでもゴブジェイの背中の攻撃速度かなんかが速くなったことによって、えプリンセス V 新しい。いやーザップまであるもん。あえ、あーそれやばい、めっちゃいい、そっちのコスケね。わあちょっと痛いね。まさかのスパーキーにプリンセス、えマスケッティア、やばいやばいやばい、なんか負けられん、さすがになんかこんな感じの中身を見ると。いやすごいデッキや、なんだこれ。意味わかんねえけど、意味わかんねえけど負けそう。それに打つ、おハンターが天才、これ湯玉まで記念に打って、スパーキーをボコボコにしてくれ。後ろ見てる、歩け走れ、マジ駆け足。いやーでも悪くないんだけど、うわー絶妙残ってる。あー一回ね、マジどうしよう、撃った方がやばい。あこれ待って、やばい、遅かった、だいぶ遅い、撃つの、うわマジやばい。いや背中スター、怪しい。いやーでも全然耐えれるな。いやーめっちゃスケベやん。よし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 、耐えればそれがだいぶ怪しい、マジで怪しい。固まれ、うっ、え、ちょっとマジでやばい、何このデッキ、ちょっと待って、マジでなんだこのデッキ、本気でやばい。これで一番強い、バッて耐える、いや耐えれそうだ、ギリ。めちゃんこ耐えてる、インサイド許容できる。マジであるマジであるマジである、勢いしすぎとか言ってる場合じゃない。うわーちょっと待ってよ、ちょっといやミスった、絶対やらめ、あーマジで変なのに負けた、なんだこれ。え？ランダムデッキかよみたいな。え？マジかよ。わ、これショックやわ。やべえ。さあ、というわけでこちら、今日スキー好きだね。もう全然アーチャー引けなかったんですけど、だいぶ環境にはね、ちょっと刺さってると思うので、皆さんもぜひやってみてください。よければちゃんと高評価もお願いします。では、お疲れ様でした。またね。